そういえば寝るだけで全回復する世界観での温泉の存在価値ってなんだ。気分。ほらよほらよじゃねえわ。奥の2つの扉まだよ。奥の2つは俺じゃねえよ。違う人なんだって。あんた以外誰が扉なんて設置するのよ。俺は知らん。明け方来た時点で奥の2枚の扉はすでに設置してあったからな。じゃあ何しに3つ目の扉を設置した。なんだそりゃ。この半島とは別に凶悪犯がいるってことかよ。まず木の扉を設置した理由はなんだね。そこよ。また黙っちゃったよ。まあ扉を設置する動機は監禁目的以外ないだろうが。蛇を殺した動機が目障りだから、扉を設置した動機が監禁するため。矛盾してる？そうだよ、動機が矛盾してるよ。蛇が目障りだって言うなら監禁せずに外に出てもらった方がいいはずだよ。それに2枚の扉はもともとあったって証言も気にかかるよ。もともとあった。矛盾してるのか。そうだよ、扉2枚がもともとあったって証言とも矛盾してくるよ。もともとが鉄格子&金の扉の鉄壁セキュリティなんだよ。監禁目的ならそこから一番しょぼい木の扉を後付けで設置する意味が全くないよ。また黙秘権かね。だったら爆弾だけでも今すぐ解除しなさいよ。爆弾も俺じゃない。木の扉と放火の件以外は何もやってねえわ。放火もやってたんかい。それなら放火の動機を説明したまえ。もう拉致が開かないな肝心なところですぐスンってなる。爆弾の件が違かったとしても罪は重いよ。殺人、放火、監禁、この時点で数え役満だよ。死刑案件だよ。まあ現実で言うとそうよね。いいや、殺人とは言っても殺されたのは蛇だけだからな。放火の件も自分ですぐ消化してるから被害は軽微だ。でも放火ってだいぶ罪重くなかった？監禁の件に関しても一番しょっぱい木の扉を設置したのみ。どれも中途半端なのだよ。このハンターはまだ何か隠してるよ。もっと事情聴取すればいろいろ出てくるよ。もうじき夜になる。本格的な取り調べは明日行えばいい。それまで容疑者のハンターは部屋に鉄格子と手錠で監禁させてもらう。鉄格子で監禁するなら手錠までする必要はないだろう。7号室の壁には穴が開いている。他の客の安全のためには手錠が必要なんですよ。いや、てか元の部屋に戻すなよ、穴が開いてるんだから。おい、そのハンター、大丈夫なんだろうな。ああ、心配ない。手錠もしているんだからな。いやいやいや、部屋を変えろ。いや、逆だ。ハンター自身が大丈夫なのかって話だ。何わけのわからんことを言っている。共犯者がおる、とかそういうこと？で、その人のことをかばっとる。けど、もしかしたらこのまんま行くと、まあ、このハンターが、その、もう一人の共犯者のことを話してしまうんじゃないかっていうのを危惧したもう一人の共犯者が、ハンターを殺しに来る。っていうのを、言える今、もしかして。発言しとくか。最後の一言。これにて一件落着は絶対違う。真犯人は他にいる。他にっていうか、他にも。いい加減にしたまえ。真犯人は見つかっただろう。それでは凶悪犯は逮捕されたということで、これにてお開きとする。いつも最後の一言すごいなんか流されるんですけど。一度解散。解散したー。ヘビの最後の発言を選ぶパートは必要ですか？ちょっととりあえずセーブしとくか。それじゃあレベルいっぱい上がったよね。スキル割る振っとこう。どこまで上がる？よし、またヘビに戻ったね。もう夜だからゆっくり寝ていってね。ゆっくり寝れるかな。恐ろしいんだが。他に何か、何もなさそうか。推理で刑事に勝つなんてヘビも捨てたもんじゃないね。
蛇の期待の星や。あのハンターが蛇を殺した動機、放火、監禁の件もまだまだ未解明だね。そうなんよ。やのになんかね、みんななんか人間たちは解決したみたいなムードやけど、あのハン、なんか同じこと言えるね。納得いってない子たちがいっぱいいるよ。この旅館の凶悪犯って本当にあのハンターのことだったのか。ムカデはちょっとなんか疑ってる感じよね。あれ、ムカデはこっちやった。最後のバールビジネスよりも稼げるビジネスを見つけたぞ。ここが共犯なんじゃね、違う。今お金どれぐらい持っとんやろ私。なんか結構集まったような気がするんやけど、こっちのは復活してなかった。何もないね。真犯人が捕まったから今夜はぐっすり眠れそうだよ。捕まってないって。ヘビボールという鉱石は一個だけでは役に立たないけど、複数集めるとエネルギーが融合されて願い事が叶う言い伝えがあるよ。あ、そっか、それがヘビーボールやっけ。ドラゴンボールかみたいなことを言った気がする。青リンゴ、よかった毒リンゴじゃなくなっとる。食べる。え、これさ、休んだら体力全開するよね。ミルクがある、飲みますか。レベル5以下なら経験値プラス500。5以下だ。メロンソーダ、バンバン体力回復してく。おかげで容疑が晴れたよ。ここに穴が開いとるんよね。見れないのか。犯人がなぜヘビを殺したのか謎のままね。鍵がかかっています。鉄格子を破壊するには最後のバールが必要です。最後のバール持ってないよね。持ってないんですよね。じゃあもう寝るしかないのか。今お金は600ゴールド。全く持って足りねえ。まあじゃあとりあえず一旦セーブして寝ますか。もう寝ますか。脱皮、ゲームオーバーで雲の上マップに移動することが可能です。なんだそれ、周回よ。ほう、まあもう寝ますか。みんな話聞いたもんね。深夜から明け方。お？何か動きがあったのか。めっちゃ静か。何？停電だ。またか。ガウガウ。停電。寝よったら気づかんくない？気づく？そんな一気にざわざわなるほど？てか電気消してんじゃないの？ぐぎゃー！また事件か。7号室の方から聞こえたよ。あー、やられたハンター。電気がついたよ。あ、みんなが慌てて。犬はそのまんまここに。みんな慌てて出て行ったけど、何かしら証拠みたいなものを落としていってはいないかい。何もないね。アコヘビはそのまま残ったんやね。あ、みんな集合してる。なんか大きいヘビずっと寝ようんやけど。気づかないのこの騒ぎに。入れない。叫ぶ声聞こえたけど出遅れたよ。どう最近。いやいやいや、このタイミングでその発言はおかしいのでは。7号室遠い。文句を言うな、文句を。待って、ちょっと。びっくり。死んでるのか。中に入れないから確認できないわね。だが真犯人はそのハンターだったはずだろ。これが殺人だとしたら凶悪犯が他にも存在したってことか。だから言ったじゃないか。また事件かね。事件が起こった後に出てくるとか、もうちょっと防げ。ていうか見張れよ。この前で悲鳴が聞こえたよ。7号室からだよ。
今鍵を開ける。普通さ、真犯人捕まえた、やった、監禁して終了じゃなくてさ、監禁してその扉の前で見張らない？誰か怪しい人物を目撃した者はいないかね。停電になったからな、その隙に逃げられたのかな。そもそもなんで停電になるのさ。夜中だから消費電力も少ないはず。ブレーカーの落ちる要因がさ、やいわ。犯人が意図的にブレーカーを落としたに違いないよ。被害者の呼吸が完全に停止している。手遅れのようですね。至急、死因の調査を頼んだ。ついに殺人だよ。これ大問題になるやつだよ。ヘビじゃないけんね、今回。緊急推理パート。この事件を解決するには証拠品もレベルも全然足りてないようだ。じゃあ無理じゃね。進んでいくん。検視の結果は出たのかね。今回も一撃死ですね。死因はショック死。電気属性の武器で殺害された模様。電気属性の武器。感電死。また犬の最先端技術操作かい？この右にある15って数字は、HP だね。見ての通り、このハンターの最大 HP ですよ。今現在の HP は0なんだから、最大 HP がどうであろうと関係なさそうだね。いいや、最大 HP が15。それだけで犯人は割り出せる。え？もう犯人分かったの？ああ、重要なのは一撃で殺されている点。そして、ハンターの最大 HP が15ならば、犯行可能人物は1名に絞られる。てかさ、ここのパートを進めるにはなんかレベルとかいろいろ足りんってなっとったやん。でもなんか、どんどんレベル上がっていくけど、スキルを割り振るごとにレベルが0に戻るやん。スキル割り振らん方がいいってこと？てか、あのレベルは一体何？推理レベルとは別？よくわからんんだけど。誰なのよ。昨日の事件と同じだ。ヘビ大型種だよ。寝てるよ、すやすや。え？またなの？最大 HP15 からの一撃死。つまり今回必要な攻撃力も15だ。攻撃力15を出せるのはヘビ大型種だけしかいないのだよ。どうなん？意義あり？でもここ体力削られるみたいな別に言ってないよね。ヘビ大型種の攻撃力は6だったはず。そうだよ、6だよ。ヘビ大型種の攻撃力は6だったはずだよ。勝手に15とか熱投しちゃダメだよ。めちゃくちゃ。加害者の攻撃力が全てではない。前回の事件で証明されただろう。加害者の攻撃力の他に重要なものは、凶器の攻撃力。そうだね。今回も凶器で攻撃力を水増しして、攻撃力15に届かせたわけだね。めちゃくちゃ水増しされる。どんな強力な凶器が。加害者の攻撃力が6の場合、15に届かせるのに必要な攻撃力は、9。そうだね。プラス9の凶器で殺害したってわけだね。で、そのプラス9の凶器ってどれのことよ。そんなの知らんよ。は？犯人を特定したってことは、プラス9の凶器を見つけたってことでしょ？今起こったばかりの事件だ。凶器なんて見つかっとらんよ。凶器を見つけてもないのに犯人を特定した？どういうことなんだい。凶器が見つからなくても犯人を特定できるのだよ。凶器には限界値があるんですよ。武器の最大攻撃力はプラス9まで。プラス10以上は確認されていません。あとは小学1年生の算数で答えはわかるな。凶器の最大値プラス9と、旅館内に候補者の最大値プラス6。攻撃力15を叩き出せる組み合わせはこれだけしか存在しない。つまり犯人は基本攻撃力6のヘビ大型種ってわけだ。意義あり。他に攻撃力15を出す方法は、二刀流で攻撃力を水増しさせた。そういう手か。一撃死と言ったはずだ。二刀流なら二撃になる。あ、そういうこと？だったらシンプルに攻撃力プラス10以上の凶器が存在して、真犯人が隠した可能性もあるよ。攻撃力プラス10以上の武器は、製造を禁止されている法律をご存知かね。いやでも人殺すぐらいやけんさ、そんな法律ぐらい無視するんじゃないのかい。確か攻撃力プラス10以上は違法兵器と呼ばれ、取り締まりの対象になるとか。つまり攻撃力プラス10以上の凶器などないってことだ。意義あり。違法武器が存在する理由は、
この旅館に違法武器がある？違法武器は存在しない。誰かが違法武器を持ち込んだ。この旅館に何かあるのか？爆弾。え、そ、こんな規模じゃないか。確かにこの旅館には不審な様子だけど、違法武器の一つや二つくらいあっても不思議ではない。違法武器なんてないわよ。旅館が武器なんか持つ必要ないしね。普通に考えれば旅館じゃなくて殺人犯が違法武器を持ち込んだと考えるのが自然よね。そうだね。攻撃力プラス10以上が違法なら殺人なんかそれ以上に違法だよ。そうそうそう、殺人なんてする凶悪犯が攻撃力プラス10未満の法律を守るはずがないよ。そう考えると攻撃力プラス10以上の武器が存在する可能性は否定できないよ。あることは簡単に証明できてもないことは確実に証明できない作戦か。悪魔の証明ってやつだ。無駄な動きですね。最先端技術を用いればないことも証明できるんですよ。もし攻撃力プラス10以上の武器が存在するならうちの探知犬がこうして黙ってるはずがない。そういえば重度の危険物なら半径1キロ圏内の距離を探知できると言ってたね。つまり攻撃力プラス10以上の凶器はこの旅館内に存在しないことが確定というわけだ。凶器の攻撃力に関して間違いないのなら被害者の HP について研究追求するしかなそうだね。最大 HP が15という観点から殺害に必要な攻撃力も15という話だったけど、まあ満タンあったかどうかは分からんよね。殺害前の HP が15だったとは限らない。そうだよ、最大 HP が15の数値もあくまで最大が15ってだけの話だよ。殺害前に HP が15より低ければ攻撃力は15も必要なくなるよ。いいや、殺害前も HP15 だったことは確定しているんだよ。なぜ？昨日の温泉で回復する剣と原理は同じだ。 HP は寝ることで全回復するのは知っているな。ふん、睡眠後の事件だから HP は全回復していたってことだね。そういえば寝るだけで全回復する世界観での温泉の存在価値ってなんだ？気分それ以上の指摘は営業妨害で訴えるわよ。とにかく就寝後に殺害されたハンターの HP は満タンの15あったのは確実だ。いい、唱えとくか。殺害前の HP が15でなかった根拠は、寝た直後にベッドから落ちてダメージを受けた。それはあの停電でってこと？ハンターは寝てなかった。まあそれもあり得るけど、寝てなかったの方が確実？寝た直後にベッドから落ちて？わからん。一撃死と言ったよな。ベッドから落ちてダメージを受けたのなら二撃確認されるはずだ。あ、それも一撃とかに数えられる。それよりもハンターは寝てなかった可能性もあるよ。そうだね、逮捕されてショックで寝れなかったとか HP が回復してない可能性もあるよ。逮捕されたショックといっても蛇殺し程度の軽い罪だ。それも蛇を殺し慣れてるハンターが寝れないほどショックになることはまずないだろう。それに深夜に廊下に回りましたけどハンターのお客さんはぐっすり寝てたわよ。寝てたんかい。廊下から寝てるかどうかなんて確認できないだろ。なんでか忘れたけどハンターが寝てるのは確認したのよ。何それ、その曖昧なの。記憶が曖昧なら証言としては認められんな。ハンターが寝ているかどうか廊下から確認できた方法は、7号室の壁の穴から7号室の扉から。え？扉から、まあ、鉄格子やしね、見えるっちゃ見えるけど。扉？そう、扉だよ。ハンター部屋の扉は鉄格子だったから外からでも寝てる様子が確認できたのだろう。つまりハンターがぐっすり寝ていたことから HP は全開の15だったことは確実。そして HP15 からの一撃死には攻撃力15以上が必要な点、そして凶器の最大値がプラス9である以上攻撃力15を出せるのはヘビ大型種だけだ。意義あり。肝心の凶器が見つかってない。証拠が不十分。まあ、肝心の凶器が見つかってないよね。そうだよ、肝心の凶器がないよ。攻撃力プラス10以前に攻撃力プラス9の凶器自体も見つかってないじゃないか。そうだよ、
プラス9の凶器が現物で見つかってない以上、証拠不十分だよ。起訴だよ。では凶器を探してみようではないか。犯行から時間は経ってない。逃げた者はいない以上、凶器はこの近くにあるはずだ。凶器を探しましょう。ふんふん。あったー。はやー。超電磁砦を発見しました。装備すると攻撃力プラス9。プラス9だ。電気属性、ヘビ専用装備。ヘビ専用来たー。おっと、見つけてしまったようだな。超電磁ドリル？なんかすごいの出てきちゃったよ。尻尾の先とかにつけるんかな。攻撃力プラス9。ビンゴじゃないか。電気属性武器は被害者の死因ともピタリとはまる。あ、感電死。そして、このドリルは尻尾に装着するタイプのヘビ専用装備のようですね。やっぱ尻尾。攻撃力プラス9。電気属性、ヘビ専用装備。もはやトリプル役魔の領域ではないか。それでも異議を唱えさせてくれ。この凶器について弁護してね。これは、ハンターの私物、真犯人が用意したもの。真犯人？そうだよ、仕組まれてる気がするよ。このタイミングで攻撃力プラス9の武器なんて、ご都合主義にも程があるよ。まあでも、本当やとしたら、まあしょうがないんやけどね。ご都合主義ではない。制限速度ギリギリで走る車と同じ理由だ。法定攻撃力がプラス9までならギリギリのプラス9武器が数多く流通するのは当然のことではないか。凶器があったところで鉄格子にも鍵がかかってたんだよね。そうだよ、密室殺人だったんだよ。密室ね。また壁の穴が関係してくる。穴だらけの指摘だな。7号室と8号室の壁には穴が開いている。これも前回の事件で証明されたはずだな。てかさ、だからその部屋に入れるなって。なんなんこいつら。その壁越しにドリルでぶち抜けば部屋に入らずして殺害は可能。可能じゃねえわ。鉄格子を開ける必要もないわけだ。確かに。さらにその壁には電線も通っていたようだ。そんな壁に電子ドリルを突っ込めばどうなるかわかるだろう。でも、なんでそんな壁の近くにいたの、ハンターは。停電？壁内の電線がショートしたことで停電が起こったというわけだね。そう、7号室、8号室の壁越しに殺人が起こっていた証明にもなる。つまり犯人は8号室のヘビ大型種で決まりなのだよ。てか、ヘビ大型種は、ずっと寝てるのかい？意義あり。凶器の発見場所は8号室ではない。まあね、それも昨日の事件と同じだよ。壁の穴から凶器を捨てればいいだけだからな。でもゴミ箱の中に入ってたよ。だけど殺害状況で何か違和感があるな。被害者の位置がおかしいんよ。加害者とされとるヘビ大型種はベッドに寝転んどるとして、そうだね、被害者側の位置が気になるね。そうだよ、この殺害方法では被害者も壁際に行かないと成立しないよ。わざわざドリルに貫かれに行くなんて完全に自殺行為じゃないか。どうやって被害者のハンターを壁際まで誘導したかが問題ね。殺害時のことを考えてみたまえ。停電だったのだよ。停電になったら真っ先に探すのは明かりだ。そこへ電気属性の武器が放たれた状態ならばどうなるか。暗闇の中に一つの光、被害者が明かりに向かうのはごく自然なことだ。てかみんな寝てたんじゃないの。もうずっとそこが気になるんやけど。寝てて停電に気づくか。停電中に光を探してその光に貫かれたってわけか。それが狙いでわざと停電させた可能性もあるわね。そもそも張本人のヘビ大型種は何も否定しないのか。それ以前どこにいるのよ。ベッドで寝てますね。まさか逃げやがったか。停電に便乗して逃げた可能性もある。覗けよそこの穴から。壁の穴から見える。部屋でのんきに寝てるようですよ。なんだって？体が動かない。え？いや、寝てるんじゃない。感電してるわ、このヘビ。感電？それで、感電はしていたが自分は無傷だと。都合のいい話だな。え、大丈夫になったの？もう。本当だよ。突然体が動かなくなったんだよ。犯人がよくやる手口だな。自分も被害者かのように振る舞うパターンのやつ。
ちょっとだけ怪我してみたりとか、命に別状がない程度に本当に感電してたんだもの、信じてよね。その言葉信じようではないか。お、なんか珍しいですね。信じてくれるんだね。ああ、君は確かに感電していた。つまり犯人であることも確定したわけだ。武器を使った時にっていうこと？なんで犯人なのさ。高威力の電磁兵器で殺害したのだから、その衝撃は被害者だけでは済むまい。加害者側にも及ぶのは当然だ。つまり感電していたというのは、この蛇が電磁ドリルを使用していたという証拠にもなるんだよ。だけどそのドリル、いくら蛇専用装備とは言っても蛇には重すぎるよ。だから大型種なんじゃないのか。こんな重たいドリルを尻尾に装着してたら動きづらいだけだよ。その通りだ、ヘビには重たいドリルだ。じゃあヘビには無理ってことじゃないか。ああ無理だろう、普通のヘビにはな。つまりドリルを使用した犯人像は大型のヘビに絞られるわけだ。ヤブヘビは学習しない生き物だな。もう大型のヘビに確定のようだな。異議あり。昨日の件で容疑は晴れている。いや、昨日の件と今回の件はまた別じゃない？殺す動機がない、疑われたからとか、殺人犯に仕立て上げられそうになったからとか、アリバイがある、セーブがしたい、セーブがしたいです。異議じゃなくてセーブがしたかったの？セーブより弁護を選択してほしかったよ。なんかその流れ前も見た。ヘビは弁護や経験値よりもすぐ保身に走るから下等生物なのだよ。保身以前に無理ゲー感を察知して弁護に見切りをつけたんだろうよ。セーブ画面が出るよ。セーブだけでめっちゃ文句言われる。セーブおしまい。議論に戻るわよ。異議がなかったようなので、ヘビ大型種を逮捕する。待ってよ、そのヘビには動機がないよ。そうだよ、殺す動機がないよ。動機ならあるではないか。先日の事件で、ヘビがそのハンターに殺されている。同種族のヘビとして復讐するのは当然。おまけに、この容疑者は濡れ衣まで着せられていた。殺す動機としては十分すぎる話でしょう。復讐といっても、すでにハンターは捕まっているんだから、今更復讐する必要ないよ。まあね、なかった罪が生まれたわけやけんね、これで。あのハンターは捕まったとはいえ、ヘビを殺した程度の軽い罪。だから個人的に制裁を加えに行ったんだろうよ。もう決まったようだな。これだけ証拠が揃っていたら、かばいきれないね。私の推理に間違いでもあるのかね。完璧な推理だったよ。まるで最初から計算されたかのような完璧な推理だったよ。何？何とでも言えるのだな。殺人事件だったから、つい本気を出してしまったまでだよ。探偵とは言っても、所詮はヘビ。この無犯刑事の前では、手も足も出なかったようだな。おっと、ヘビだからもともと手も足もないわな。ガハハハハハ。何が無敗よ。前回はそのヘビ相手に、推理でボロ負けしてたくせに。前回も負けたわけではない。犯人探しをわざと放棄していたのだよ。放棄？犯人探しを放棄する刑事がどこにいるのよ。考えてみたまえ。そこのヘビが探偵を気取って犯人を特定してしまったばかりに、このような復讐劇を招いてしまったのだ。我々はこの復讐の連鎖を断ち切るためにも、わざと犯人を特定しなかったのだよ。それで誤認逮捕するところだったじゃないか。ああ、誤認逮捕でもいいではないか。自分にとっては良くても、誤認逮捕される本人にはたまったもんじゃないよ。いや、君にとっても誤認逮捕されていた方が幸せだったはずさ。昨日誤認逮捕されていれば、殺蛇罪から殺人罪に昇格することもなかったのだからな。誰も損しない誤認逮捕ではないか。いや、全然納得できないよ。再び蛇が捕まってしまいそうです。最後にワンチャン食らいつきますか。謎が解けてない。謎が解けるも何も、もう最初から決まっていることだよ。推理は土台から間違ったみたいだよ。この事件、最初から勝ち目がなかったようです。それはどうなのよ。君もいい加減諦めたらどうだ。一度自分のしてきたことを逆転の発想で考えてみるといい。ヘビの推理で逆に事件が増え、ヘビの弁護で逆に罪が重なる。これ以上犠牲を増やしたくなければ、もう事件に首を突っ込まないことだ。ヘビだから首がどこなのかもわからないがな。ガハハハハハ。
ついに起こってしまった殺人事件。この事件を解決するには証拠品もレベルも何もかも足りなかった。旅館爆発まであと1日、ちゃんと続くんや。そして呪いの旅館にはさらなる事件が待ち受けていた。急に平和。夜が明けたよ。7号室のハンターの死で鉄格子が不要になったから8号室で再利用だ。ああ閉じ込められている。ヘビー大型種はハンター殺害容疑で監禁することにしたよ。ほう、意義あり。そうだよ、意義だよ。殺してないからね。証拠がいくつも出ているのだよ。余罪については今後追及するものとする。それにしてもまたあんたかい。これずに二度も殺しをするなどと。一度目は誤認逮捕だったでしょうよ。二度目も誤認逮捕だよ。本当だよ。誤認かどうかは関係ないよ。事件沙汰になった時点で旅館の名に傷がつくんだよ。でも前もあったんですよね。そっちの心配かよ。ヘビが死ぬならともかく、人間が死んだとなれば旅館の存続にかかるからね。いや待てよ、人間が殺されたといってもあのハンター自身も殺人犯。処刑されるべき殺人犯が処刑されたところで旅館の汚名にはならないのでは。そういう発想。殺人犯といってもハンターが殺したのはヘビだけだ。正式な殺人犯じゃないからな。ヘビとはいえ尊い命を奪ったのだから処刑されるべき人物だったのよ。なんか旅館の名誉がかかってきたことによって、なんかいつの間にかヘビが尊い命になっている。ヘビの命が尊いなら初っ端にヘビが死んだ時点で旅館の汚名だな。確かに。ヘビの命は軽いから死んでも旅館の汚名にならないわよ。でコロコロ変わる。ヘビの命が軽いならハンターの罪も軽くなるわけだが、殺しにヘビも人間も関係ないわよ。コロコロ変わるな。意見何をグループさせる気だ、ババア。もう旅館の爆発まで、あと1日しかねえのに茶番してる場合か。爆弾と扉の解消は、7770ゴールドを振り込むって条件だったな。全然集まってないですけど。1000も集まってないですけど。それから、接合子の破壊には最後のバールが必要。ムカデが5000ゴールドで売ってたね。ああ、その最後のバールだが、新しいビジネスを見つけたから、もう不要になった。マジでくれる？いらなくなった？ってことは。ああ、特別に半額の2500ゴールド売ってやろう。譲れよ。ただじゃないんだね。それに、半額って言っても倍額から定価になったら出るからな。倍額やったんや、もともと。最後のバールが半額になったところで、あなたのターンです。半額でも足りんねえけど。所持金が足りないようだな。半額になろうが、ムカデからバールなんて買う必要ないよ。ATM に7770ゴールドさえ振り込めば、爆弾止まるんだからね。ないんだよ。お金を出してくれ。そのお金は誰が工面するのよ。結局みんなで協力して、少額ずつ出し合うべきだよ。それなら負担額は少ないからね。俺は1ゴールド垂れても出さんぞ。まで言ってるの、死ぬよ。給料日前で金欠だから出せないな。130ゴールド程度なら出してやらんでもない。今旅館は財政難なんだよ。出せやしないよ。これじゃあ7770ゴールド集めるなんて到底無理だな。みんな自分の命もかかっているということを分かっているのか。それに爆弾が解除されても玄関口の雪崩問題もある。3日で解けるって話だったけど、あれから1日経過してるから雪崩が解けるのは2日後。そうだね、あと2日から計算だね。あと2日旅館に籠城するとして、食料的には持つのかね。このままだと食料がギリギリ足りない計算だよ。ギリギリ足りないってことは、あと1回誰かが殺害でもされりゃちょうど足りる計算だよな。なんて不謹慎なことを。縁起でもない。もう旅館内での事件はこりごりだよ。それに凶悪犯はこうして逮捕されているではないか。もう事件など起こりはせんよ。だったらちょうどいい。そこのデブヘビは今すぐ処刑しちまえばいいんだよ。一番食い意地張ってそうなのがいなくなりゃ食料問題も一発解決だろ。なんてこと言うのよ。まだ冤罪の可能性だってあるでしょ。そうだよ、誤認逮捕のまま処刑はダメだよ。だったら足りない分はネズミでも食って過ごすかだな。おお、ネズミが来た急に。あ、そこにネズミがいるよ。キャッ、今退治するよ。食った？食料問題の次は衛生問題か。
そのネズミひょっとして食材にするよ。命を粗末にしちゃダメだからね。おいおい、客にネズミを食わせるのかこの旅館は。ヘビたちなら別にいいんじゃないですか。うちのシェフは命を粗末にしない主義だからね。シェフの裏口言ってるとあんたもパスタにされるわよ。それじゃ旅館看板メニューにシェフの気まぐれパスタって、ミミズ。シェフが気まぐれにいろんな食材をぶち込むパスタのことだよ。やだこんな旅館から早く脱出したいな。まあ旅館のシェフがヘビっていうのがね。話し合いが終わりそうです。何か発言しますか。いつも発言しても流される発言やけど、とりあえず発言したい内容。まだ話し合い終わりじゃない。話し合いをこれにてお開きとする。家にパスタ届けてね。最近どう。何も語らずかっこよく去る。まだ話し合い終わりじゃない。もう終わったのだよ。ほら話を聞いてよ。解散しました一言で終わらされる。宿泊部屋に戻ります。旅館内を自由に移動できるようになりました。行き詰まったら近くの電話機を利用してね。なるほど。